ねえねえ、ちょっと考えたんだけど、この辺になんか目印になるような場所とか作らない？え、目印になるような場所？そう、ミクから聞いたんだけど、レン世界に来た時迷子になりかけてたんだって。そうみたいだね。私もレンから聞いた。そっか、ここ本当に何もないし、似たような景色がずっと続くもんね。でしょ？でも今自分が世界のどこにいるか分かれば、遠くまで行っても迷子にならなくて済むんじゃないかな。それで目印になるような場所って具体的にどうするの？休憩所っぽくするのはどう？机とかテーブルとか持ってきてさ。そこまでするの？それはさすがに物を持ち込みすぎじゃない？やっぱそう？休憩所はともかく、目印とか迷わないための何かが必要なら、ミクたちが自分で何とかすると思う。私たちはアンタイトルを止めれば部屋に戻れるしね。まあ、それもそっか。